フリッツ・フォン・エリックフリッツ・フォン・エリックは、アメリカ合衆国のプロレスラー、プロレスリングプロモーター。テキサス州、ジュエット出身。ギミック上の出身地は、ドイツ・ベルリン。アイアイク苦労の快祖として知られ、鉄の爪はそのまま彼の異名にもなった。元合わ世界ヘビー級王者。引退後は、テキサス州、ダラス及び、フォートアースを本拠地とする、プロレス団体。 WCCW のプロモーターとして活動した。サザンメソジスト大学時代にアメリカンフットボールで活躍した後、スチュハートのコーチを受けて1954年にプロレスラーとしてデビュー。ナチギミックのヒールとなって活動し、カナダのトロント地区ではホイッパー・アビリー・ワトソンと交想。このギミックの先達であるハンス・シュミットともタッグを組み、1950年代後半からは、 弟という設定のアルド・フォン・エリックとの兄弟タッグでも悪名を打った。1960年代は、アマリロ地区で、ドリー・ファンク・シニアとも交想し、パッド・オ・コーナー、バディ・ロジャース、ルー・テーズ、ジンキ・ニスキーなど、歴代王者が保持していた、NWA 世界ヘビー級王座にも、各地で再三挑戦している。1961年12月1日、ミシガン州デトロイトで、 ディックザ・ブルーザーから、US ヘビー級王座を奪取。1962年7月21日に、ネブラスカ州オマハでバーン・ガニアから、世界ヘビー級王座を奪取。バーン・ガニアに敗れド王座から転落するが、1963年7月27日には、再び、ネブラスカ州オマハにおいてバーン・ガニアを破り、オマハ版世界王座を奪回とともに、 ガニアが同時に保持していたアワ世界ヘビー級王座も獲得し、第9代王者となった。1966年より、テキサス州ダラスで NWA 参加の団体、NWA ビッグタイムレスリングを設立。大ヒールからベビーフェイスに転じ、同年12月には、フラッグシップタイトルである NWA、アメリカンヘビー級王座の初代チャンピオンとなり、以降は、 ビッグタイムレスリングのオーナー兼エースとして活躍。アメリカンヘビー級王座には1966年から1977年にかけて、ブルートバーナード、ザ・スポイラー、バロン・ホン・らしくジョニー・バレンタイン、ボリス・マレンコ、トールト・ナカ、ブラック・ジャック・マリガン、ブルーザー・ブロディ、オックス・ベーカーらを破り、通算15回にわたって退官した。その間、1972年には、 ドリー・ファンク・ジュニアの NWA 世界ヘビー級王座にたびたび挑戦。1975年から1976年までは NWA の会長職も務めている。1981年より団体名を WCCW に解消し、1982年6月4日のキング・コング・バンディ戦を最後に現役を引退。以降はプロモート業に注力し、 WCCW のボスとして黄金時代を築く。自身の息子たちをエースに、フェイスターンしたブルーザーブロディが彼らのスケットを務め、ヒール陣営では、ザグレート歌舞伎、ファビュラスフリーバーズ、ジノヘルナンデスらが活躍、NWA 世界ヘビー級王者のハーリーレースや、ディックフレアー、アンドレザジャイアントも招聘して、北米有数の繁栄テリトリーとした。 中でも、マネージャー兼ブッカーのゲイリーハートが手掛けたホンエリック、兄弟とフリーバーズの構想アングルは、アメリカのプロレス業界紙、レスリング・オブザーバーのヒュード・オブ・ザ・イヤーに、1983年と1984年の2年連続で、選ばれたほどのドル箱カードとなった。一方で、長男のハンス・アドキソン・ジュニアが幼くして、不慮の事故により創生して、以降、デビット・ケリー、 マイク、クリスと息子たちがことごとく指揮をしたため、呪われた一家とも囁かれた。健在なのは、次男のケビンだけとなっている。1986年2月、当時の NWA 会長事務、クロケットジュニアの発言力が増して、NWA 内部のパワーバランスが崩れ始めたことを機に、団体名を北アと解消して、NWA を脱退。 1989年には、WWF との工業戦争に抗するべく、テネシー州メンフィスのクアと合併し、新たに発足したアスアのダラスにおける工業を手掛けるが、最終的にはメンフィス派と他を分かち、プロレスリングビジネスから撤退した。その後、長年連れ添った夫人とも離婚し、1997年に、ガンのため死去。68歳没。2009年、 フォンエリックファミリーとして、WWE 殿堂に迎えられ、検証セレモニーにはケビンが出席した。1966年11月、日本プロレスに初来日。来日第一戦となる11月28日、大阪府立体育館で、ジャイアントババのインターナショナルヘビー級王座に挑戦。12月1日には、名古屋市金山体育館にて、ターザンゾロと組み、ババアンド、 吉村同盟が保持していたインターナショナルタック王座の初防衛戦の相手を務めた。帰国前の12月3日にも日本武道館でババのインターナショナルヘビー級王座に再挑戦したが、これは武道館におけるプロレス初興行のメインイベントでもあった。ババの同王座には、再来日時の1967年5月27日に札幌中島スポーツセンター、 九百六十九年十二月十九日にロサンゼルスのオリンピックオーディトリアム三度目の来日時の九百七十年三月三日に愛知県体育館四度目の来日時の九百七十一年九月四日に田園コロシアムで通算六回にわたって挑戦したまた九百六十七年五月二十三日にはギミック上の弟である ワルド・フォン・エリックとのコンビで、ババアンド、吉村同盟、1970年3月7日には、プリンス・ヤウケアと組んで、ババアンド・アントニオ・猪木の勝利法が保持していた、インターナショナル・タッグ王座にもそれぞれ挑戦。1971年9月6日には、札幌・中島スポーツセンターにおいて、チョキの持つユナイテッド・ナショナル・ヘビー級王座にも、挑戦した。 日本プロレスの最後のシリーズに参戦した1973年4月の来日時にはエリックのナチギミックを継承していた聖堂の爪キラーカールクラップをパートナーに4月18日にヤイズで大木金太郎上田馬之助からインターナショナルタック王座を奪取している日本プロレス崩壊後の1973年12月には ジャイアントババが前年に旗揚げした全日本プロレスに来日。12月13日に大阪府立体育館、翌14日に日大行動でババの PWF ヘビー級王座に連続挑戦した。1975年の再来日時には当時の NWA 世界ヘビー級王者ジャック・ブリスコへの挑戦権をかけて7月25日に 日大行動でババとテキサスデスマッチで対戦している。最後の来日となった1979年には、1月5日に、川崎市体育館で、ババの弟子であるジャンボツールダの試練の10番勝負最終戦の対戦相手を務めた。すでに前世紀を過ぎていたものの、リング下で、セコンドについていた若手選手時代の大似厚を、アイアンクローをかけてそのままリング上に引きずり上げるなど、 往年の迫力は健在だった。日本には日本プロレスに5回、全日本プロレスに3回、通算8回来日した。このうち、1967年5月、1970年2月、1973年4月の日本プロレスへの参戦時は、彼の代名詞でもあるアイアンクローをシリーズ名に関したアイアンクローシリーズなる短期シリーズへの 外国人エースとしての来日であり、通常のシリーズへの来日時も、いずれも数日間の特別参加という、超大物扱いだった。当時、アメリカでは、ベビーフェイスに転向していたが、日本ではヒールに徹した。また、テキサス州ダラス地区のプロモーターとして、息子たちや、ブルーザーブロディ、ジノヘルナンデス、ファビュラスフリーバーズなど数々の選手を日本に、ブッキングした。 1985年頃から日本での提携先を全日本プロレスから新日本プロレスに変更したが自身は新日本に来ることはなかった息子たちがまだ幼い頃一緒に来日した際に広島市の広島平和記念資料館を見学させ戦争の悲惨さを繰り返し解いていたという ABC フリッツ・フォン・エーリヒオンラインワールド・オブ・レスリング2015年4月8日 閲覧。カナディアンホールオブフェーム、ハンス・シュミット。スラム、スポーツ、2015年4月10日閲覧。ウェルドホン・エイリヒ。オンラインワールド・オブ・レスリング。2010年9月10日、閲覧。AB、ザ・レコーズ・オブ・ NWA ワールド・ヘビー・ウェイト・チャンピオンシップ・マッチズ。wrestling-titles.com 2012年8月18日閲覧。AB, NWA United States Heavyweight Title, d e、s、t r w r e s t l i n g t i t l e s ドットコム2015年4月8日閲覧。ABC, World Heavyweight Title, o m w r e s t l i n g t i t l e s ドットコム2015年4月10日閲覧。 AB アワワールドヘビーウェイトタイトル w r e s t l i n g t i t l e s c o m 2012年8月18日閲覧 AB NWA アメリカンヘビーウェイトタイトル w, Title, w r e s t l i n g t i t l e s c o m 2010年9月10日閲覧 AB ワールドクラスチャンピオンシップレスリング wrestling-titles.com 二千十五年四月十一日閲覧 WCCW フリッツフォン a d ヒリタイアメントショー chematch.net 二千十五年四月八日閲覧マネージャーブッカーゲイリーハートダイズスラムスポーツ二千十五年四月十日閲覧ゲイリーハートウィズ エイリトルヘルプフロムマイフレンズ。スラム、スポーツ、2015年4月10日閲覧。AB、フーズフーインザフォン、エイリヒファミリー。a b o u t c o m ム。2010年9月10日閲覧。週刊プロレススペシャル日本プロレス事件誌、ボリューム 18P45P50AB、ヤワ1966ウィンターシリーズ。PURORESU c o、e、m 2015年4月10日閲覧。16分が区、く。p 2 0 5ハ a ト a b Yahoo!1967IAN c l o シリーズ。puroresu.com。2015年4月10日閲覧。ショーアットロサンゼルス。フライデー。1969年12月19日。wrestlingdata.com。2015年4月10日閲覧。 AB、ヤワ1970ダイナミックシリーズアイアンクローシリーズ。PURORESU.COM。R o R e S、com, 2015年4月10日閲覧。AB、ヤワ1971サマーミステリーシリーズ。PURORESU.COM。O R e S、com, 2015年4月10日閲覧。AB、NWA インターナショナルタグチームタイトル。 wres.ling-titles.com2015 t 年4月8日閲覧 y 1971、p u r、o 千九1 9 7 1 s u m m e r m y s t e r y シリーズ puresu.com2015 年4月10日閲覧千 p、u r、o 1 9 7 3、e、ャ i a n t シリーズ 2puresu.com2015 年4月10日閲覧 jpwnewyear ジャイアントシリーズ一九七九タグさん、chematch。CH. net。二千十五年四月十日閲覧、abc。ザ・レスラー・ベスト百 p。三十六から三十七。nwa サザンタグチームタイトルミッド・アトランティック wrestlng i ダッシュ titles。N G T I T l e S. com。二千十五年四月十日閲覧 nwa ノース。 アメリカンヘビーウェイトタイトル W テキサス WRESTLING-TITLES.com2015 年4月10日閲覧 NWA サウスウェストステーツタグチームタイトル WRESTLING-TITLES.com2016 年9月24日閲覧 NWA ワールドタグチームタイトル E テキサス wresling-titles.com2015 t 2015年4月10日閲覧 NWA ワールド6マンタグチームタイトル wresling-titles.com2015 t 2015年4月10日閲覧 NWA テキサスヘビーウェイトタイトル wresling-titles.com t 2015年4月10日閲覧。NWA アメリカンタグチームタイトル。wrestling-titles.com。2015年4月10日閲覧。エリック銀行は実在したのか。トースポウェブ。2015年4月11日閲覧。ありがとうございます。